お客様の業務フローとか工程って必ずホームページにある程度載っています。まあ今時印刷使えようと思わないでくださいね。一緒にお客様に教えて書き込んでいただきながら進めていくっていうのがすごく効果が高いと思います。モノスコープ。皆さん、こんにちは。天野スコープのお時間です。イエーイ。はい、今回も質問編ということで、ヒアリングに関してね、お客様の工程や業務フローをどうやって聞いたらいいですかということにお答えしたいと思います。はい。で、最後までご視聴いただいて、気に入っていただけたらね、ぜひいいねとかね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。工程リストの業務フローに対して具体的なヒアリング法を教えていただきたいです。はい、この工程リストの業務フローを聞くのに僕が一番使ってて、効果があるなと思うのはやっぱりホームページですかね。はい、で、ホームページのいわゆるお客様の業務フローとか工程って必ずホームページにある程度載っています。それがお客様の強みだったりもしますの でこのホームページを必ず、これポイントですよ、印刷して持ってってくださいね。で、場合によってはiPad みたいなものでのホームページで一緒に見るでもいいんですけど、僕は結構印刷が使い勝手いいなと思っていて、まあ、今時印刷使うと思わないでくださいね。なぜかというとお客さんと一緒に書き込めるっていうのがいいんですよ。だから、まあ、もちろんね、駆使すれば iPad とかでもそのホームページの上に書き込んで、それを多分保存するってことできると思うんですけど、まあ、もしね、自分はね、そういうの強いっていう方がいたらそれでもいいと思います。ただ、まあ、一番手軽なのは本当に印刷して紙で持ってって、ここの、工程ってどうなってるんですかとか、これってどうなんですかとか、あと事業所間でね、それがこう、またがってたりとか、あと部署なんかのこう一覧とかがあったりしたら、どの部署の方がどの工程のご担当なんですかとかっていうのを、まあ、その、ホームページを印刷しないように、一緒にお客様に教えて書き込んでいただきながら進めていくっていうのが、すごく効果が高いと思います。で、これは、みんな聞けばね、ああ、そうかって思うと思うんですけど、意外とホームページ印刷していってる営業マンは、僕は少ないと思いますので、この動画を見た方は間違いなく武器になるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ実践してみてください。